チンコプレイガイド TV 増刊号。さあ今週もここ熊本の金馬車北部店さんにお邪魔しております。はい、前回に続きましてね、はい、今回後半戦というところですが、はい、改めまして、ね、腹がいっぱい腹カップ制です。そんな腹を舐め尽くすのが大好きおしゃれでございます。今回お邪魔しているホールは先週に引き続き熊本県にある金馬車北部店。4パチ、1パチ、20スロの3レートで総台数は612台。バラエティーコーナーも設置していて大きな機種ラインナップが魅力のホールですよ。もうお腹いっぱいよ。お腹いっぱいもういいわ。ちょっと眠くなってきちゃった。眠くなってきちゃったけど、いやいやでもほら今日は熊本城マラソンもあってますし、うん、ちょうどいい折り返しみたいな感じで、まず今回は、はい、プラス50枚、はい、そして相手超え、そしてなんとともえちゃんがね一番ハードル高い500枚。もうマサルちゃんのみが簡単に達成してしまうんではないかと。そうですね、でも待ちたくないので待ちたくは嫌なのでオーケーオーケーオーケー、攻めていきたいと思います。いや攻めていきますよ。後半はちょっとね、うん、私あの機種変更しまして、はい、ちょっとねまあ打ち慣れた通い慣れたあの店で。マサルちゃんは、マサルちゃんはそれを感謝しながら、うん、同じ列で打ちますので。もちろんですよ。そうね、すぐそこにおるけんね。そうですよ、旦那がもう手出そうもんならバーンって打ちに行きます。なるほどバリャーって言いに行きます。なるほどなるほど。ちょっとまだ軽いんで、うん、もうちょっと北斗100列でちょっとね、人波はい呼ぼうと思います。いやいや、もう午後になってねさらにまたお客さん増えてますんで、もうね今売ってる台がとどめの台にしないと、うん、ちょっとやばいよ。後半本当ですね、うんうん、頑張っていきましょう。はい、それでは実践スタート。さあ私はラブジョー唯一ですね、まだ回されていない台が奇跡的にありましたんで、これでいきたいと思います。まあ据え置きでも、まあ、前日200ゲームぐらい回ってるみたいなんで、リセットあればね500ゲーム天井、早速降格したでございますので、リセットかな。途中から回し始めたんですが、とうとう500ゲーム突入です。じゃあね、最初投資軽かったから、今でやっと、550枚投資ですね。もうさっき強敵ゾーン外したんですよ。なんか怖くなってきました。当たってもね入ってくれないんじゃないかと、レンちゃんに。おーいこーいって。はいどうも。ということで私後半戦ももちろんガンダムでいきたいと思います。いやーもうね前半は結構いい流れをつかめてきているので、あとは国家ゾーンに入れてで継続率も上げつつ、このままエンディングを迎えられるように、もうとりあえず投資の半分は戻ってきてるんで、あとはこれをどれだけ伸ばせるかで、今天国ループしてるのでそれをどれだけキープできるか。まともなこと言ってるよね。頑張ります。浄水か。あれこれって1300分の1ぐらいじゃなかったっけ。あはは、ララがどっさーい。やっと。でこれで状態が広角に上がればシェリーの確率が変わってくると。よし、これ特化ゾーン行くんじゃないんですか。千何百分の一の恩恵は何ですか。うわあ。あれ恩恵って何ですか。20ゲームだけなんですか。うわあ。あ、そんなもんなんだ。うわあ、えぐい。ここでラブジョーを打つせいにチャンス目が出現。そして、はい、さあ、お店前以外、よし、まだます。頼む。ドキドキするんだけど。
104ゲームリセットっぽい感じだったんですけど、まあまあまあ純粋にチャンス目、高額チャンス目からのラブゾーン、ラブゾーン内の当たりとしましょう。奇数なんでラブラッシュ高額スタートです。ありがとう。じゃあしずかちゃん、いくよ。これで10ゲームスタートです。バズーカ来い、バズーカ来た。マサルごめんよ、パパは浮気しちゃう。10ゲームしかないんじゃない、貴重。はい、ちょっと弱いか。あ、リプレイ、リプレイはあかん。あ、リプレイはあかん。あ、あかん、あかん。ちょっと待って、ある赤は50枚以上、100枚ある。ブドウなら100。 OKOK、 しずかちゃん一回出てきてお願い。また100か、弱い。頼む、しずかちゃん。ちょっと少ないんじゃない。バズーカあまり行かせませんでした、まあ、ここからガツンと乗せます。まあまあ一発目の当たりとしては十分でしょう。ラッシュ中のマサルはというと継続バトルに突入。これ終了画面です。もう連チャンしないな。そしてなんとこの時聖の台に超すごいことが。オートで鳴りよっけ。もうキャバクランブ何本乗ったかもうわからんよ。オートです、オート。本来ならマックスベッド叩くとけど、オートで鳴っとるけんね。結構続いとったな。なんか叩いたら終わりそう。でも叩く、ほら700枚。ありがとうございました。というわけで1000枚いっちゃうよ。以上、キャバクランブでした。あげあげ。さあ、ガンダム索敵モード入ります。ちゅうか何なんですか、生産は。女の子と戯れ始めた瞬間にあんな出したって何なんですか。まあ、いっか。私今、索敵モード、自力ガイドです。もうこれ結構得意なんで、ほれ。あー、でもドムでも十分ありえますから。赤字だったらありえる。赤、あー白はダメだよ。からのないね、知ってる。いやでも結構いい流れだと思うんですよね。こんなねしょっちゅう索敵モード入んないですよ。入る入る。この後すぐにボーナスを引いたマサル。なんだかんだね、ダイの調子は良さそうですね。よく取りこぼす。また索敵モードに入って、でグフに勝ちました。これなんかねこの台ある気がするんですよね。上が、あ、上がある気がするんですよ。こんなに初当たり軽いですか、ガンダムって。もうちょっと重い気がするんですけど。いやーなんかねぼちぼち出てるんですごい楽しいですよ。ぼちぼち。というと
アフターデートチャンスを消化中。今日はめっちゃ楽しかったな。ありました、ありがとう。ここはご褒美ラッシュ欲しいところ。ここでチャンスよく来て残念。50枚か。おラッキー。600ゲーム突入。あーもう何で当たるのか本当に分からん。なんかねこれ当たったとしても100列ゾーン行くパターンですよね。そんなこと言わずにポジティブになって、ともえちゃん。そしてここでマサルに大チャンスが到来。中段来ました。中段チェリーが来ます。これ何狙えばいいと。これえ、あ、そう、逃そう。すごい。ガンダム楽しい。100。いやーよくわかんないけど嬉しい。これで赤い先生入んなかったら僕怒りますよ。あ、まあ入るよね。いやいや、うん、入る入る。ああ、もうで、あのチェリーの確率がなんかおかしくなってますもん。あっ、いやこれがやりたかったんです。シャアはニュータイプでね、人の3倍速く動けるんですよ。上乗せした分かける3するんです。はい、あーこれがやりたかった。ここはい、ってことは30。おい、よっしゃ。よしってことは15。これで45。うん、いいです、全然いいです。45乗せました。45、中段ジェリーと合わせて145。よし、やっぱセンさんが横にいると少し剛腕の流れをもらえますね。僕の引きでね、中段ジェリーなんか無理ですもん。その後継続バトルに突入したマサル。ここで勝ってラッシュを継続させることはできるのか。お願いします。ガンダムさん、だいたいダメだもんね。うわー、なんか中段チェリー引いたところまでは良かったんですけどね、継続率に恵まれないね。あー終わった。あー、しかも1ゲームで。まあでもいいです、多分今出た分とさっきまで出た分を合わせて投資の1050枚は完全に追いついたので、ここからは、もう流れと、まあ1回流してパチンコをもう1回打ち直してもいいと思うんですよね。まあとりあえず1000までは回します。100まで。後半に入って全くいいとこなしとともえちゃん、そろそろ当たってもいい頃だとは思うのですが、どうにか発展してください。発展してお願いします。あー、もうこれでいいよ。わー、
マサルはというと、またしてもハマることなくボーナスを獲得し、ラッシュに突入。そして2ラウンド目をかけたバトルを消化中。強攻撃ないよ、一発も。これチャンスですよ。ストイッ。うもうガンダムのこの最後の演出考えた人か、もうちょっと考えてもらっていいですか。今の勝つでしょ、どう見てもよ。光るだろうよ。うーな。なんなの復活。もうこの一セット一セットの大事なこと、めちゃくちゃ大事ですよね。もう何なんだろうこの大事さ。その後3セット目も継続し、4セット目のバトルに突入。あー、吸引はない。チャンスアップもない。あー、ない。よし、攻撃。おー、援護。まだ希望はあるよ。弱攻撃、いいよ、弱い弱い。あー、強攻撃。これもう7割方ダメですね。あ、お願いします。うまい。見せるね、マサルちゃん見せるね。ということで、次ゲームというか、次ラウンド、ラウンド5はエピソード型なので確定。おい、しかも赤。これ継続率もしかしたらいいの選ばれてるのかもしれないですね。よしよしよし。いや、今ストーリーラウンドが終わったんですけど、しゃあ、え、ってことは次継続も確定。なんで、なんか別に大した子役引いたりしてないんですけど、やっぱ継続率いいとこ選ばれてるんですかね。びっくり。棚ぼた棚ぼた。そしてセイはというと、前半のマイナス分を大きく取り返し、ほぼプラマイゼロのラインまで来たようです。おっと、ありがとうブドウ。泣きの100枚ありがとうございます。ワクワク。マナミン、浴衣できて。お待たせ。今日は楽しまったね。残念ながら神父でした。パワースポット弱いけど、弱いけど、あったオーロラ、いける。超ついてます。ピンク、黒、いや大丈夫大丈夫。お願い、ありがとう。まあね、ワクワクのカウントダウン履いて、これはね、行くよね。本日はそのご褒美ください。残念ながらご褒美出しながら、びっくり。やりました。
5引け4戦4戦分の1引け勝負どう青おかわりなしおかわりなしか中盤でまたも調子を上げたセイ気がつけば一撃で1700枚を突破しているじゃないですか待て一枚焼くか泣きはなしか残念変なとこで引いたわあとはいえね1700枚はい、よかったこれ、持てってこかマサルはというとラウンド9まで到達あちなみに対戦相手がゲルググに変わってますからわあチャンスアップこれ勝ったらまた続きますねあもう一回連続攻撃だったら勝っておすごい続いたやったねーはいどすこいトルコ星はいどすこい何なんですか本当にマジで何なんすか見事に勝利したマサルこの後は継続が確定しているので安心して消化できますねあなたの声が遅すぎたのよ遅すぎたあーもうここ名シーンだよねあアムロはね殺したくなかったんですよララーをはいということでこれが10話目のエピソードですいいですねいやー出玉も伸びてるし映像も見れていやーいいわはい継続すごいすごいこれ何パーセント選んでんのマサルは高継続率を引いたのかその後も負けることなくラッシュは継続勢いが止まる気配はなくこのままエンディングまで行きそうですがいいです残念ながら実戦終了の時間が来たので先に番組のエンディングに行きましょういやいやいや、俺、はい、いいんですか、はい、まあね、番組ご覧になっていただいた皆さんもお分かりかと思われますが、はい、私ね、オートでもゼロゲーム連もありまして、もうピストン運動すごかったですね、あれね。びっくりしても帰ってきたらギャンギャンうわねもう、というわけで、はい、投資1550枚というね、苦悩のスタートだったんですが、うんはい、まくりまして、回収1810枚、360枚のプラスです。すごい嫁の見てる前で本当です ね今流行りの NTR かという、ね、展開でございましたが本当ありがとうございましたさあそんなマサルちゃん今日はね
パチスロコーナーになるか。やっぱ今日は朝からパチンコじゃない予感がして、うん、ガンダムに座って正解だったと思います。そんなあの下半身太いのが好きなんだ。私は1050枚投資の2000枚出まして、現在も継続中でございます。やるやないか。やっぱりタイプの男のところ、タイプの人に行くが一番だったっていうこと。なるほど、うん、思考は美女やけどね。あ、そうですね。なるほど、まあ今日は美女も参戦してますんで、萌えちゃん存在感がなんか存在感が今日、あれ大丈夫、透けてないなんか。ここから俺も引っ張ってもちょっとね、私もちょっと後半ね寝てたかもって記憶が曖昧なんです。結局投資が1400枚投資しまして、回収がゼロです。あらあら、もうなんかあらなんですよ、浅い使い。だって速攻だったもん、当たったのね。なんか浮気し大移動が失敗だったなと。そうそう、やっぱタイプに行ったからよ。ああ早く前に勝手にもう見立つ立つ超立つ、そうずぶずれちょっと私は相手超えでしたでしょ。そうそうそう、いや私達成したから。ほら俺らを超えてるやない。そうなんです、だから僕とセイさんは達成したけど、おもちゃん達成してないから、ちょっと罰ゲームをね。でもほら、彼女にビンタとかバットとか辛いものとか。いや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 、無理無理無理、俺女性に手を挙げるの無理。本当は私あなたが喜ぶことしたくないわけよ。だからちょっと今回は私が視聴者の皆様に喜んでいただけるような罰ゲームをご用意したので、ちょっとあの上抜いてもらえます、ジャケット。ちょっとともえちゃんっつったらプレイガイドエンジェルスの中でも足がとっても綺麗ということで、美脚ですよ。でそうで、これこの番組見てる方結構 M の方多いと思うんですよね。誰が決めたの。いやいや、男性は M の方が結構多いので。ああ、そうやね、そうや。あの今からカメラさんが足元からこう来て最後顔に来るので、カメラに向かって何見てんだよっていうね、ド S の。ああ俺それこれ見よう。ねえ、そうなるでしょ。俺見よう。そうなるでしょ。もう笑いとか一切なしで、すごい怪訝な、もう嫌な顔で何見てんのよっていうね、好感度ちょっと下げるような感じで。せいさんのカウントダウンでお願いします。はい、今回は罰ゲームともえちゃんのみ執行というところで、まさるちゃんプロデュースドベスなウォンナー、どうぞ。何見てんのよ。笑ったから今最後笑顔やったな。というわけで今回は未達に終わりました、ともえちゃんのみ罰ゲームというところで、はいはい、まさるちゃんプロデュース、はい、ドベスな女どうぞ。いい足いい足、あらいい足いい足、何見てんのよ。下手くそ。というわけで今回は金馬車北部店からお送りしました。ありがとうございました。またね。足は綺麗やけど大根やな。うまいこと言う。パチプレウェブにはパチンコパチプロの情報満載、パチプレチャンネルの登録募集中。パソコンの人はここをクリックしてね。スマホの人は下の動画説明欄からチャンネル登録をクリック。